どうもこんにちは。いくつになっても静電気にビビるうぷ主のみーです。ごきげんよう。うるわしの霊嬢、霊夢ちゃんだよ。こいつはよくもまあ毎回こんなことが言えるもんだぜ。みなさんどうもお久しぶりです。おうおう、愛じゃねえか。あのただ黒いだけの弟ばっかり出てたから心配したのよ。今回お姉ちゃんが真剣に料理をやると聞いたので心配になってきました。え、そうなのか。そうだよ、今回は本気と書いてマジと読むレベルで料理を作るよ。本気と書いてマジと読むレベルって、あんた相当力入っているわね。それでわかんのかよ。それでは早速料理を作っていくわけなんだけど。何作ろう？決めてねえのかよ。そうねえ。お姉ちゃんの作る料理は残飯よりもひどいから。それこそひどいな。失敗しないためにも複雑な味付けのものは避けた方がいいわね。単純な味の料理ねえ。ゆで卵とか。せめて包丁使わせて。それじゃあサラダとか。ゆで卵よりひでえな。お姉ちゃんの希望はあるの？料理を作ったっていう達成感を得たいな。あ、だったら、ハンバーガーなんてどうだ？ちょっとマリサ、忘れたの。かつて、ウプ主が作ったハンバーガーを食べて死人が出たことを。いやいやいや出てないって。あれはウプ主一人に任せてたからであって。今回は愛もいるんだしちゃんと作ることができるだろ。はい、ちゃんと作らなかったら刻んでやりますから。これは成功するかもしれないわね。ちょうどハンバーガーの具材はここに揃ってるから作れるよ。それじゃあ早速具材を選んでいきましょう。せっかくだから超贅沢なハンバーガーを作りたいな。それじゃあこのシャトーブリアンを使いましょう。それシャトーブリアンだったのか。シャトーブリアンを使ったハンバーガーなんてなかなかないだろうね。あとはオニオンとかトマト、レタスは鉄板よね。あとは私エビ好きだからエビ入れたいな。お前が食うわけじゃないんだけどな。これでハンバーガーの具材は完璧ね。それじゃあ次は具材を順番に調理していくわよ。まずはパンをみじん切りに。パンくずにしてどうハンバーガーを作るんだよ。オニオンはあいつのことを想像しながら刻んでいくのよ。ちぃー、どいつのこと想像してんだ。このゲームあまり細かいと強制的に捨てられちゃうから気をつけないと。って言ってるそばからどんどん捨てられてるわよ。まあオニオンは入っているか入ってないかってくらいがちょうどいいでしょ。全部捨てられなくてよかったぜ。それじゃあ次はトマトを輪切りにしましょう。あらなかなかうまく切れてるじゃない。まあこれくらい朝飯前ですよ。これくらい誰でもできるだろ。あ、なんかそれっぽい感じになったわよ。炭バーガーの時はあらかじめ具材が準備されてたから、こうやって一から具材を調理するのが新鮮だよ。それじゃあ次はステーキを焼いていくわよ。ハンバーガーにはビーフパティが一般的だけど、今回は超豪華なシャトーブリアンだから、そのまま焼くのね。いい肉はそんなに焼かなくていいんだぜ。でももしかしたらこれは悪いシャトーブリアンなのかもしれないよ。なんだよ悪いシャトーブリアンって。賞味期限が2週間前のものとか、おいこれは大丈夫だよな。もちろんとっても新鮮ですよ。それならよかったぜ。なんか焼いたらめっちゃ赤くなっちゃったんだけど。そりゃあこのフライパンがハバネロでできているからね。そんなフライパンねえわ。まあ赤みは気にしなくても大丈夫よ。あのウプ主が肉を真っ黒にしなかったぜ。はっはっはっは、私もやればできるということだね。それじゃあ次はエビをサクッと揚げていくわよ。エビを挟むことでエビバーガー感も味わえるわね。これも焦がさねえようにな。もちろん、きつね色になったら終わりにするよ。結構本格的に調理できるのね。はい、調理器具が豊富なのでちゃんと料理できます。そろそろいい頃合いじゃねえか。よし、エビ完成。エビカツっていうよりエビの素揚げね。それじゃあサイドメニューも作るわよ。飲み物はオレンジジュースで。気持ち悪い色のオレンジジュースだな。飲んで死ななきゃ大丈夫よ。ポテト作りに初挑戦。食べやすい大きさに切って油で揚げるわよ。ちなみにポテトの発祥地はベルギーで、ベルギーでは日本人の米の消費量よりもポテトの消費量が多いんだってよ。ベルギーの人は相当ジャガイモが好きなのね。ってことはやっぱりジャガイモのベッドやジャガイモのお風呂に入るのかな。入るわけがねえ。美味しくカラッと揚がってねえ。私細いポテトよりも分厚いポテトの方が好きなのよねえ。私は細いポテト派ですね。私も愛と同じかな。私はにっこりポテト。特殊なやつ出してきやがった。完成。ちょっとこのゲームの仕様上、積み重ねられないんだけど、こんなハンバーガーができたと思ってね。ハンバーガーなんていの中に入っちゃえばぐっちゃぐちゃよ。適当だぜ。有無を言わさず飲ませる。これはジュースを作った私じゃなくてオレンジを作った人が悪いね。いや、この爬虫類が悪いわ。確かに爬虫類っぽかったけど爬虫類ではねえ。シャトーブリアンの味は、ああ、シャトーブリアンか。シャトーブリアンも故障には勝てないということが分かったわね。何の実験だよ。
最高。ハンバーガーはどうだったかな？最高級の食材を使ってるだけあってとても美味しかったわ。ちゃんと作れたみたいでよかったわね。魚のムニエルも作ってみたよ。おい、なんだこれ。ああ、付け合わせのブロッコリーだよ。こんなもん食えるかー。マリサ、ブロッコリーが苦手でも食べなきゃ大きくなれないわよ。こいつは食用のブロッコリーじゃねえ。ではどうぞお召し上がりください。うわぁ。ほら、とっても美味しそうだよ。ただの閲覧注意映像じゃねえかこれ。ムニエルもとっても美味しいわ。お姉ちゃん、今回大成功じゃない？みんなのおかげで美味しい料理が作れたよ。これなら一人で任せても平気そうね。ああ、ウプ主がちゃんと作れるようになって安心したぜ。それじゃあ今度は一人で作ってみるね。どうかな？一人で作らせちゃダメですね。ええ、よくわかったわ。次は何だろう？なんか星が怪しいぜ。そうね、試しに触ってみよう。お、これはもしかして何かしらの絵かな？そうね、私の予想だとお金だと思うわ。絶対お前が欲しいだけだろ。これはきっとお化けだね。ああ、確かにそう見えるな。早く起こしてくれないかな。あれ、これはどういうことかな？これはかなり実用的ね。ありえねえ。次はちょっと頭を使って解いていくみたいだね。そうだな、とりあえず石をどかそうぜ。下にある計算式はどういうことなのかしら？これはちょっとわからないから飛ばそうよ。いいからやれ。これをこうすれば大丈夫なはずだわ。おお、木が一本落ちたぞ。ここまで来たらあとは簡単だね。私の適当な勘で解けたわ。適当かよ。次は配管をつなぎ合わせればいいんだね。そうだ、早く風呂に入りたいんだ。頼んだぞ。これで完成だから大丈夫だぜ。あとはこのレバーを回してあげれば OK だね。ありがとう、助かったぜ。あら、でっかい魚がいるわね。これはどう見てもサメね。クジラに決まってんだろ。これはきっとクジラに乗って移動するみたいだね。ここは簡単に切り抜けられそうだぜ。それじゃ次に行こう。多分ここでサメの餌になるのね。なるわけねえだろ。このサメを追い払わないと次に進めないね。大丈夫よ、このクジラが食べてくれるわ。そもそも肉食じゃねえ。おお、これで先に進めるね。次はどうやら石板を埋め込むみたいだな。俺はゴルフがしたいんだ。この石板をはめてくれ。ゴルフってこんな昔からあるのね。いやいや、ねえだろ。とりあえずこのコウモリを返してあげないとね。確かここが家だわ。これで一つ目の石板が入れられるぞ。その次の石板が見当たらないね。ヒントをやろう、気になっている梨じゃ。この梨がヒントってことはどういう意味だ？なるほど、梨と交換ってことだね。そうだ、あとは簡単だぜ。あと一つをはめたら完成ね。そもそもゴルフをするのにこんなにも手間がかかるんだね。こんなかかるわけねえ。やっとゴルフができるぜ。さあ次に行くぞ。次は一体何をすればいいんだ？きっとこの石像を掘るのよ。絶対違うだろ。私のアクセサリーが壊れたの。それを見つけて。これはきっと色の順番に見つけるんだね。あ、こんなところに隠れてあったわよ。次は赤だぜ。確か赤はなかったはずだね。そんなわけねえだろ。さっきどこかで見たような。あ、ここにあったわ。これでようやっと完成だね。これを娘にあげればOKだ。パパが直してくれたの。ああ、そうだよ。お前じゃねえぞ。次は植物を植えるみたいだね。この赤いのが種だな。そしたら道具を使って種を植えていくわよ。この卵は何だろう？これはきっと恐竜の卵ね。鳥の卵だろ。おいおい、あいつ持って行ったぞ。これはタダで持って行こうとはしないよ。私ならタダでいただくわ。めっちゃ最低だな。こうして俺は城に侵入して王様になった。お前怒られてんじゃねえか。どなたかコーヒーが飲みたい方はいませんか？一度はここのコーヒーを飲んでみたいの。あ、どうぞどうぞ。喉が渇いたわ。それならちょうどいい。あれれ、コーヒーってどう作るんじゃったかの。コーヒー屋だろ、しっかりしろ。あれま、出てこないの。胡椒か。エスプレッソー。キリマンジャロー。キャラメルフラペチーノー。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか？それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ほん、あっち向いてー。ほい。あいつでもちゃんとやらせればできるもんだぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。